アルタバノス2世はアルサケス朝パルティアの王。アトロパテネ王国の王であったが、母がアルサケス氏族出身であったことからハンボノネス1世の、機運で盛り上がる貴族たちによって擁立され、王となった。カルマニアとヒルカニアの総督であった父とアルサケス氏族の王女との間に生まれ、パルティアの従属王国であったアトロパテネの王となった。フラーテス4世の暗殺。 フラーテス5世の追放、そして、オロデス3世の暗殺という短期間に続いた大いの、混乱の後バビロニアの反オロデス3世派によって、ローマ帰りの王子ボノネス1世が擁立され、パルティア王となると、ボノネス1世の親ローマ、親、キリシア人ポリスの姿勢は、パルティアの大貴族から激しい反発を買っていた。こうした状況の中で、アルタバーノス2世は、 反ボノネス一世派の支持の下で、ボノネス一世に対して反乱を起こした。西暦十年には、パルティア王を名乗り、パルティアに二人の王が並び立つ状態となった。アルタバノス二世とボノネス一世の戦いは、当初ボノネス一世側が有利であったが、中央アジアの遊牧民の支持を得たアルタバノス二世が、次第に巻き返し、西暦十二年には、 ボノネス一世を追放することに成功した。しかし、ボノネス一世はアルメニア王国へ逃れてその王となったため、アルタバノス二世はアルメニアに圧力をかけて、ボノネス一世を追放させた。その後アルメニア王国の王位には、ポントスの王子ゼノンをつけることになった。ボノネス一世はローマ領へと逃れたが、アルタバノス二世はローマ皇帝ティベリウスと協定を結んで、 ボノネス一世の政治活動を封じた。一方、ボノネス一世との内戦の最中、バビロニアで独立勢力を築いたアニライウスラにはその地位を正式なものとして認め、一方で潜在的脅威であった領土内のギリシア人ポリスの自治権削減を追求して国内統治体制を固めた。アルメニアオーゼノンが死去すると、アルメニアに自分の息子、 アルサケスを派遣して大いにつかせた。この処置はアルメニアの有力者たちの反発を買い、アルメニアの反パルティア派はローマの支援を求めた。ローマはイベリア王国を焚きつけてアルメニアを攻撃させ、アルサケスを殺害したほか、アラン族も先導してパルティアに侵入させた。さらに、ローマの将軍、ルキウス・ウィテリウスの政治工作の結果、西部領土藩、 アルタバノス2世の機運が高まった。ローマはフラーテス4世の時代に人質として送られていたオノネス1世の弟の息子ティリダテス3世を派遣し、彼はローマの指示の下でパルティア王を名乗った。このためアルタバノス2世はヒルカニアへと落ち延びた。こうして再び誕生した親ローマの風潮は当然のごとくパルティアの貴族たちにとっては警戒すべきものであった。 大貴族の一つダハエはアルタバノス2世に軍事援助を行った。これによってアルタバノス2世は勢力を盛り返し、再び西部領土に向かい、西暦36年にティリダテス3世を追放して西部領土を回復し、ローマと協定を結んで国境に一応の安定をもたらした。しかしアルタバノス2世がこの成功によって強大化すると、 今度は貴族たちと対立するようになった。そして、アルタバノス2世は、敗位され、キンナムスが王位についた。アルタバノス2世は、従属王国の一つ、アディアバネ王国に逃れた。その後、アディアバネをイザテス2世の支援で福井したが、福井後間もなく死去した。その後、ゴタルゼス2世が即位したが、彼は、牛の息子とされアルタバノス2世の血縁関係は、明らかではない。 ありがとうございます。